ランマ覚悟！あ、危ない！余計なことすんじゃねえ！何よ、助けてあげたのに。男と男の勝負に首を突っ込むな。どこが男よ、半分女のくせに。聞けランマ、お前はなぜあの時勝負に来なかったのだ。お前は知り合いなの？そうだ、前の学校で一緒だった涼牙だ。久しぶりだな。質問に答えろ。俺、約束の場所で3日間待ってたんだぞ。そう、観覧深紅の末、4日目に俺がその場にたどり着いた時、貴様はすでにいなかった。要するに決着つけに来たんだな、この方向音痴野郎が。決着だと？復讐だ。行くぞ。うるさいわね。もうあんたのことなんか知らない。いや、怪我がなくてよかったじゃないか。怪我はなくても怪我なくなったんだぞ。